こんばんは、若松無料チャンネルでございます。最近いろんな本を読んだりしてるんですけれども、岡本太郎さんが書いた本でね、自分の中に毒を持てっていうタイトルの本があるんですけれども、このタイトルに惹かれましてね、早速本を買って読み始まりました。まだ全部読んでないんですけどね。まあでもすごいですね。やっぱりこうなんていうのかな、この教えられる点が本当に、ありますね。なんていうのかな、やっぱりこうどうしたってね、こう日々生きてるとこう自分に甘くなるんだよね。それで波風立てないようにしがちだし、なんかこう世間体を考えたり、隣近所のことを気にしたり、ね、いろいろそういうなんていうのかな、そういうことにそのあまりにも多くね、とらわれすぎる。それはね、共同生活ね、やっぱり人との関わりだから、やっぱりいろんな方とね関わっていかなくちゃないし、関わっていく以上はね、なんかなんていうのこう、できるだけ穏便に関わりたいっていうね、それはあるんだけれども、やっぱりよく考えるとね、そのなんていうの、一番大事なのはね、こう自分との戦いだね。自分との戦いっていうよりも、こう自分がどう生きるかっていうこの生き方、やっぱりここがでもね、人として一番大事であることは間違いないよね。でここの筋をね、どう通すかっていうことですよね。自分の生き方を、そうするとね、いろいろやっぱり世の中には制約があるしね、まあいろんな人がいるからね、どうしてもやっぱりこうぶつかるわけだよね。ぶつかるとやっぱり自分もきついから、できるだけぶつかり方をね少なくしようとするし、そうするとね、自分自身がだんだん薄くなっていくわけだよね。で薄くなるとどうなるかっていうと、やっぱり自分の中にこう不満が、欲求不満が芽生えるわけですよ。だからなんていうのかな、こう傷つかないで無難に生きるね、それからね、傷つきながら自分らしく生きる。でもやっぱりね、無難に生きても傷つくからね、どう生きても傷つくからね。であれば自分らしく生きて傷つくのが一番いいよね。なんかこの岡本太郎さんのね、この本を読み始めてね、なんか勇気づけられましたね。まあ常日頃ね、自分の中ではね、やっぱり自分に勝たなくちゃいかんな、自分に勝たなくちゃいかんなっていうね、それはね絶えず思ってんだけど、なかなかね、こう自分なんかこうね、ヒントとかなんか後ろから少し押されないとね、なかなか踏み出せないですよね。なんかこのね、岡本太郎さんに自分の中に毒を持てっていうこの本にね、なんか押された感じでございます。またよろしくお願いいたします。